こんにちは、みなみです。今日はみなみのオフオフの日の一日ルーティンをしていきます。結構寝ました。ルーティンっていつもいろいろ予定がある日に動画を撮ったりしてるんですよ。見てて面白いようにずっと家の時はルーティン避けたりしてたんですけど、今日は逆にね、オフの日みなみちゃん何してるのっていう風に聞かれることもあったので、いつもと違うグダグダルーティンを撮っていきたいと思います。ということで早速いっていきましょう。それではスタート。起きよう。とりあえず起きます。オフって言ったじゃないですか。オフってことはまあイコール撮影も何もなくてどこにも行く予定がないみたいなことをオフって言うと思うんですけど、なんと昨日の夜にオフじゃなくなってしまって、なぜかと言いますと、こういう品評会の紹介素材が、私はいじった記憶はないんですけど、ワンタップでスローになっちゃうんですね。それでスローになっちゃったまま撮ってたらしくて、素材使いません。なので今日はそれを取り直します。食べちゃったものとかもあるのね、そこが困るなっていう感じ。まずとりあえずメイクしていきますね。クリーパールグレーつけます。本当はオフだからメイクしないでおこうと思ったのね、取り直しってなる前は。だけどさ、そうはいかなくなってしまったので、で朝はいつもこれで、こういう寝癖っていうか、なんか私頭がね、ここが盛り上がっちゃって、それだと不細工なので、ここまして、アイロンで横にこうやってボリュームを出すようにしてるんですけど、一旦無視でパックします。メイクはいろんな動画でやってるんで飛ばそっかなと思ってるんだけど、ヘアセットはね撮ろうかなって感じ。ミディアムのヘアセットまでやってないか。ヘアセットって言ってももう、昨日ね、このブリーチ部分が茶色くなってきちゃったから、美容院行ってきたの。だからちょっとセットしてあるんだけど、いつもどうやってミディアム作ってるか。もし、見たい方がいれば見てください。とりあえずメイクをしていきます。これはサボリーノの朝パックです。で、ラネージュ。これ朝と夜。ねえ、聞いてー。昨日ズボンをこうやってかじってたらさ、パキって言って、グーとかくれんぼしてたの。で、プーって呼べば、ふーちゃん見つけに来てくれるから、それで遊んでたんだけど、ふーちゃん全然来なくてさ、普通に足がかゆかったからかじってたの。そしたら、パキって、ポッポッポッみたいな音がして、何の音と思ったら、この爪の破片が、ポッポッポッって、割れるの久々だった。ここに多分亀裂が入ってて。で、来週足のネイルに行くから、その時に直してもらおうかなと思ってます。で、この間小指を直してもらったばっかりなんですよ。スカルプとディズメイの間に隙間ができちゃって、でも今回はパキって割れちゃったから違う壊れ方をしたということで、メイクしていきます。ヘアセットします。ちょっと今日メイクピンクすぎて変で、昨日美容院で教えてもらったんだけど、普通にこうやって巻くとなんか違うみたいで、これをこうして、あれ？巻くとこうやって語彙力ない、なるらしい。これもこうして巻くんだって。そうするとうまくできるらしい。で、私はここの頭を丸くします。金髪部分の時にずっとお願いしてた坂本さんに教えてもらいました。とりあえずこの毛の向きをなんか変えるって言ってた。分かんない、合ってない、絶対。まあでもなんかこういうようなことだよ。で、前髪は最近こっちなので、癖付けの時からそうしないとアイロンでどうにかなるもんじゃないので、ずっとメイクの時に流したい方と逆に止めてます。ずっとだと私メイクの時間長いんで癖つきすぎちゃうんですけど、ちょいちょい変えながらピンを止めると
うまく思った方向に行ってくれると。うわ、なんかメイクもついちゃった。寝癖が結構この裏についてることがあるので、必ずここをまっすぐにする。後ろから見た時にさ、潰れてたりするとかっこ悪いから、後ろもアイロンしてまっすぐにしてあげるといいと思います。これはロングでもボブでもセミロングでもミディアムでも言えることですね。あとは頭の形を丸くすると漏れます。可愛い印象になるって感じかな、漏れるっていうよりか。本当はウェーブ巻きとかもやってみたいんだけど、むずいんだよウェーブ巻き。仕上がりはね結構好きな方なんだけど、マジでやり方わからん。結構いろんなヘアセット私やってるじゃないですか。それでもできないのがウェーブ巻き。コテでもストレートでもできないから、ずっと避けてきたから、そうやってだから今でもできないんですよ。耳にかけてここに来る毛とかも目立たせたいので、ここくるんとします。はい、って感じでした。身支度完了。さっき言った素材が使えなくなってしまった分の撮影をしに事務所に向かいます。はい、ということで、あれ事務所に行くのになんでネイルがいるんですかって感じだと思うんですけど、予定変更しまして、撮影を後にして家具を一緒に見に行きます。ネイルのネットで頼んだものもあるんだけど、それはだんだん届いてきてて、うん、それでもまだ実物で見たいっていうものがあるらしいので、はい、一緒に行きます。でその後お家にも、あ、そう、ネーネーのお家にも行きます。行きます。で、見てください、こちら先日発表されましたライトンさんとのコラボ服を着てます。着てます。可愛いよね。可愛い、キラキラ、ね、キラキラ。最近のメタリックの感じを入れてみました、うん、で、実はね、これもね、ラメの刺繍なんだよ。本当だ。後でまた全部紹介するんですけど、今日は2人これ着てます。じゃあ向かいます。今休憩座ってます。いや、今決まって待ってます。どうですか？ちょっと今見つかっちゃってドキ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 、やめて。座学が2個とか言われたので、うん、マジ一応確認してきますって言われたから、うん、ちょっと怖いですよね。怖い、うん、これつけたまま着てます。もうちょっとかな、うん、もうちょっとでお家行きます。ジェネのお家来ました。なんか見ないうちにいっぱい家具が置いてある。完成してきてます。ソファーめっちゃいいよ。めっちゃ可愛いかな、ソファー、うん、寝れる寝れる。いいね。めっちゃ悩んでたもんね、ソファー。そう、ソファーずっと悩んでた。今ね、本当に引っ越しって感じで段ボールいっぱいあります。うん、まあ、皆さんサブちゃんを楽しみに。楽しみに。イエーイ、バーイ。ドンキ撮り直しの撮影してます。で、次がこちら、またキティちゃん続きで言うと、もう使っちゃってます、どっちも。これシュシュで、髪の毛もちゃんと縛れます。だけど腕につけたら可愛いかなと思って、今日は、こういう感じで、いろんなとこ行きました。はい、終わりました。今、これ、買った、スパイマンのカキピー一番食べてます。これマジうまい。今、パパがルンバを。ね。止まったし一瞬で。こんな感じで撮影は一旦終わりました。終わりました。今日オフの日のルーティーンなはずなのに、昨日の時点ではそうだったからそういうルーティーンにしようと思ったんだけど、違くなっちゃったね。そうで。帰って服の紹介して着替えて TikTok 撮ります、うん。まだ今日の時点ではこれ出てないの。あ、そうなのね。うん。なので着替えて TikTok 撮ります。じゃあね。バイ。はい、帰ってきました。ちょっと休憩で桜大根食べます。これはドンキで買ったやつ。これ冷蔵庫に冷やしてて持っていくの忘れたの、撮影に。これ冷やすと美味しいんですよ、知ってますか？いただきます。マルが今パパに顔を拭かれてうう言ってます。お前俺にもうう言うのか大したもんだな。おお、涙を拭いてます。毎日一回良くなったんだけど。みんな気づいた？僕はね、難しいんですよ。これをやればこれになって、これをやればあれになってって。ね。
アレルギーもあるから。困った。難しい女なの。大変なんですよね。あなたは。ほほほほほほ。ほほほ。とりあえず食べます。夜ご飯です。今日はこれなんていうの？バター醤油ライスです。バター醤油ライスに目玉焼き乗ってます。美味しそう。私と目玉焼きにはマヨネーズと醤油なのでかけちゃいます。いただきます。何ついだ、シャキシャキしてるレタス。今日なんか久々にみんなそうキャベツ。イエス。ママ怖かった今、レタスをキャベツに言い直す時の顔が。キャベツっていうことです。だってわかるでしょ。イエス。何も考えないでレタスとキャベツのそういう感じで言ったら間違えてた。うん、うまいです。実はミミの好きなニンニク。これ何ついてるの？え、味噌。うわー、うん、ニンニクの味付けが好き、うんうん、今これちゃんと火通ってるからね、そんな臭くない。うん、これを食べて次の日とか臭いって言われたことないよ、うん、食いすぎれば臭くなるかな。うん、1、2個しか食べないか。おすすめ、しょっぱくて美味しい。美味しそう。じゃあね、美味しく食べます。バイバイ。バイバイ。廊下から音が聞こえたので急遽回しました。いつもみんなどこで撮ってんのみたいな、うん、来るんだけど廊下です。めっちゃ廊下です。で、何も言わず撮り直すっていうね。はい、では頑張ってください。はい、ということで写真も撮り終わって TikTok も載せ終わったんですけど、ここで皆さんにさっき私がコラボ服の紹介をするっていうのを覚えていますか？今回は3種類ございます。まず今日ねーねが聞いてた T シャツ、こちらが3色ありまして、白、黒、青とあります。前大人気のスタジャンのロゴをそのまま T シャツに入れてみました。なんか溶けてる感じで、最近流行りのこうメタリックをシンプルだけどここにワンポイントとして入れてみました。ありがたい頃に売り切れが早くて、なので今回はだいぶ数量を増やしていただいたので、売り切れることは多分ないんじゃないかなと思っています。今までより多くの方がゲットできるんじゃないかなって思ってます。次は私がずっと作りたかったシャツの形なんですけど、これ今日ね、私は黒を着てたの。こうやって肩がね、チャーンってとんがってる。ノースリーブって結構ぺちゃんって見えちゃって、シルエットがなんか可愛いものももちろんあるんだけど、物足りないなみたいな。特に私は肩幅ないからこういう服着てみたいなと思って、ずっと作りたいなって思ったんですよ。ここのね、生地とかすごい硬くて、着ててもこうふにゃっと降りてこないし、ずっとこう形をキープしてくれます。で、生地とかもすごいいいです。これ刺繍がね、ラメってるんですよ。最近こういうのも流行ってるんで、流行りも取り入れつつシンプルなデザインになってます。そしてじゃじゃん、靴下です。前回の靴下よりは短くなっております。ロゴもこの前の方に来るようになってます。そして今回目玉商品はこれでーす。オフショルにもできる鍵編みニットです。で、わかる？ MMM が入ってます。 MMM を目立たせたいなって思ってくれる方がいたら、中に白いインナーを着てもらってもいいと思うんですけど、中に何色着ても黒なので合うと思います。で、これはワンサイズのワンカラーで、メインの肩幅が広い方で、私狭い方なんですけど、どっちでもうまく着れるような、まあ、首の広さにしました。で、タグがすごい可愛いです。軽いし、室内とかお出かけの時にクーラー効いてるとことかに着てってみたらいいんじゃないですかね。短いのでこんな感じでバランスもとってもいいです。袖も長くして全部こだわって、何回もここがしたいです、あしたいですって、これどうですかどうですかみたいな感じで頑張りました。まあ毎回なんですけど、普段着でも部屋着でも着れるようなデザインが良くて、それをちょっと心がけてます。今回 T シャツだけなんですけど、数量を増やしていただいたのは、なくなっちゃったらタニーさんにお願いしてくださいということで、みんなチェックしてね。それでは私はお風呂に入ります。あ、お風呂出ました。洗い櫛で溶かします。濡れてる時に細かいコームとかでやるとあんま良くないんで、溶いたら
上行ってスキンケアをするんですけど、たまにここでこれを、化粧水ね、シカモイストミスト CNP の、一旦ね、出たらすぐ保湿をした方がいいので、こうやって塗ったりもします。で、あとは癖がつく前に前髪を乾かします。OK、 乾きました。スキンケアタイム。最近はコスメを使ってます。セラム、今って感じだけど、まつげ美容液、セザンヌのやつです。もうなくなってきた。美容液します。めっちゃ適当だけど、たっぷり塗ることが大事で、最後はクリームです。最後まで使っていきます。明日は使えそうだね、まだ。終わり。30分ぐらい放置したらちょっと乾きやすくなるんで、それぐらい置いていきます。その間に私はスイッチを入れていきます。何をしようかな。スプラトゥーンにするか。全然下手くそだけどね。むずい。久しぶりすぎて何にもできない。ほんとごめんね、仲間のみんな。マジでびっくりすること何もしてないんだけど、もう色のとこ黙って。1キロはしたいよ、役に立たせて。あ、あ、いける。来た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 。もう終盤にやっと1キロだ。よっしゃー、2キロー。2キロで喜ぶなって感じ。終わり。どうだろう、微妙かも。私のせいで負けます、ごめんなさい。あー、負けたわ。お、うむ、1パーサーで負けました。ゲームしていきます。髪がいい感じに乾いたのでドライヤーします。10分ぐらいで乾きました。なぜかわかんないんだけど、内巻きになるの勝手に。これ巻いてない、何もアイロンしてないし、なんかこうやって乾かしたわけでもないの。なんでセットゴーみたいになってるの。マジありがたいんだけど。とりあえずアイロンしまーす。プーが、あんたまだ寝てなかったの。え、まだはね、そこに眠たくて寝るからだ。こんなに喜んでくれることある？毎日一緒にいるんだよ。一週間ぶりに会ったみたいじゃない？これやばくない？で、すぐ、こうです。すぐ、開きます。あとは、歯磨いて寝るだけなので、今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあ、終わります。せーの、最後まで見てありがとうございます。それでは、バイバイ。おやすみなさい。